はいどうも山に住んでます。今日はですね、あの勉強をついでに僕が普段どういう風な基準であの人の体を治療させてもらってるかっていうのをちょっとね、簡単に話そうと思います。まあちょっとね、下手くそな絵なんですけれども、ごめんなさい。まあ例えばですけれども、まあこの,この人ですね、まあ女の人としましょうか。もう肩が張って、 えと例えばこの辺の肩がいつもガチガチで、まあ、首もすごいと。でそれがひどくなるとさらにこう頭痛がしてで吐き気がして吐くとすっきりするっていうような人だと仮定してですねじゃあそんな時僕はどういう風にその人を見てどういう治療をやっていくのかっていうのを簡単に話そうと思います。まあ、僕はそのハリキューですね東洋医学的 な治療もやりますし、うん、そうですね。まあ、生体的なところかも見ていくんですけれども、一つですね。あのまあ、肩が張ってるからといって肩だけをこうもみもみしたりとか、そこに張りキュしたりとかっていうのは基本的にしないんです。なぜそこの肩が張ってるのかなっていうのは常に、えー、考えますね。 まあ、例えば、肩じゃなくても、もう腰、腰ですよ。もう腰がすごい痛いとか、辛いって。じゃあ、なんでその腰が辛いんだろうって。まあ、腰をね、ちょっともむようにすれば、一時的には良くなるんですけれども、なぜそこ、そういう風になったのかなっていうのを考えて、あの常に治療はしますねあの。痛いところね、辛いところだけあの治療したりもね、あの治療効果は薄いんですよ。で、まあ、 ちょっと話戻すすんですけれどもも例えばもう肩ですね肩がすごい張ってるっていう、まあ、その人の生活習慣どっちなのかなってそのデスクワークだったりとか立ち仕事だったりとかあとなんか重いもの運んだりとかするねあの肉体労働だったりとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、例えば立ち仕事の場合とかですとやっぱこのふくらはぎと、まあ、こう足ですね まあふくらはぎ足全体がまあ張ってくるんでどうしてもちょっとねここにえと負担がかかると若干ちょっと膝の方にも負担がきてでその靴の裏とかを見るとあのどっち側のねあの前の方がすり減ってんのか後ろの方がすり減ってんのかっていうのをあのその人のねこう癖であると思うんですけれどもまあまあ大体骨盤がこう前に行っちゃいくことが多いんですよ。 大体その立ち仕事の方は骨盤が前に行くことが多いですねそうなるとやっぱりその腰がこう前にねこう反り腰気味になっちゃってで背中がすごい丸まりやすくなるんですよねこうふくらはぎが張ってくると背中がすごく丸まりやすくなりますでやっぱりこうそうなるとここですねこうここが丸まっちゃうんで 重心に従って内臓がこう下に下がっちゃうような感じなんですよね。だから肩が丸まって、その首肩背中にすごい負担が来ちゃうっていう感じですかね。なんでそういうそういう方はまず最初にこうまあ、肩辛いんですけど、ふくらはぎとかもしっかりほぐしてあげると、あのここの負担が減るので、こうあの肩がすごくほぐれやすくなるんですよね。実際こう肩触らずにこうふくらはぎ。 ししっかりほぐしてでまた肩触ってみると驚くほど柔らかくなってる場合もあるのでやっぱり体ってこう繋がっててがるんですよねそういうことをちょっとやっぱりこう長,長年の,その、ね、こう仕事しててやっぱそういう何度もそういうことを見ることが多かったのであのやっぱ肩つらい首つらいっていう方は、まあ、そこだけをやるんじゃなくて他のところも 見ていくという感じですね。その人の体をその構造物として捉えるてるんですよ。まあ、例えるならばその骨盤ですね。まあこ、この絵はちょっと分かりづらいかもしれません。けれども左足ですね。左足がちょっと短いっていうのをちょっと表現してます。あの多分。は座った時にこうね。 しっくりこ,ないんでこういう方はねひでしが短い方はあのまあ立ったりしてると立ったりしてるときになんとなくこっち側にね重心寄せて立っていることが多かったりとかあとここにすごい負担が来ているので座ったら足を組むと必ずこっちの方が上になったりするんですよ。でまあやはりその骨盤のところがまあこう土台だとするとまあ背中とかは柱になるんですよね。 でやっぱこのこういう感じで若干こうまあこの上の方にちょっと傾いてるような状況になるとやっぱこう背骨の方へもうちょっと少しねこう歪みが生じてでもうこれ肩の高さがやっぱり違う違ってくるのでそれでやっぱね首肩すごく負担がくるまあ首肩っていうのはまあ屋根みたいなもんですよね。 でそういうふうに単純に見るとなんかそういうその普段の生活習慣だったりとかこう、まあ、姿勢の癖とかですねそういうのからやっぱり来ててるのかなっていうのがありますね。まあでも実際こういうふうにねこう図で説明されてもねこうやっぱり何人も何人もこう人の体をね触って触ってるとだんだん見えてくるんですよ。 僕はその整体サラリーマンでねずっと勤めてる時は本当1日、まあ、多くて15人とかあの大体1人1時間前後なんであの15人ってったら15時間ぐらいだったんですけどまあそんぐらいやってた時期もありましたもう今考えるともうできないんですけど体力的にね。 でまあ、それやってるともう毎日人の骨盤矯正したりとかいろいろやってるんですよねまあ骨盤以外にも骨格矯正だったりとかその筋肉のほぐしとかやってるとですねだんだんこう見えてくるものがあるっていうんですかねこう電車に乗ってるとああの男性はあのまあ左短歌詞で、まあ、左足が短くなって骨盤があの若干後方変異してるからすごく背中が曲がって。 あの曲がってて丸まっててあなんか首肩すごい辛そうだなって言ったりとかあの女性の人は立ち仕事なのかななんかこうすごくその体のその歪みっていうのがその具体的にこう服着てる状態ですよ服着てる状態とかちょっとした仕草でちょっですぐ分かるようになるんですよねだからその時のその治療とかその考え方が今に 今もすごい影響があってですね。あそうですね。だからそっちの方が結構僕の治療のシーンとしてはなんか多く見えますね。まあ鍼灸とかでも、まあ例えばですけれども、まあまた肩こり例にとりましょうか。なんか、あーまあ、肩こりからこう首の後頭部にかけての頭痛ですね。 もうその経絡ってその体にいっぱいツボがあるんですけれども、あのーまあ、はっきり言って高,高等無形なんですよねなんかそのなぜそうなってるのかっていうか、まあ、実際にこう人の体を、ね、切り開いて見てもそんな経絡なんて出てこないですしそのツボなんて体の中にないわけなんですよ。ただ不思議とその その軽落治療っていうのはやり方がパターンが全部決まっててそのやり方に従って治療すると不思議と治るみたいな感じなんですよね例えばこの後頭部がズキズキするっていう方でしたら、まあ、ここの足の足首のところにそのツボがあるんですけれどもそこにまあ針と球とか適度な刺激を加えていくとここがスーッと楽になっていくっていうねあとはまあ風邪とか引くとその 風っていうのはここの首の裏に風知っていう壺があるんですけどそこから入ってくるっていうねその風風邪と言っているのを横島な邪気が風に乗って入ってくるから風っていうんですけれどもねちょっと面白いですよね、まあ、本当はねこうウイルスが鼻とか首あの口の中が入ってこの扁桃腺とかでガードしてっていうね、まあ、そういう基本的な考えなんですけれどもでもその 昔の人はそのなぜかその首肩背中から入ってくるっていうねなんかその病の始めはっていうでもその通りではあるんですよねなんか風邪ひいたと思ったら最初に来るって言ったらやっぱ背中首肩がねあの凝り固まってなんかブルっと冷えてるっていうねまあの本当はちょっとウイルスが鼻とか口とかその粘膜から入ってきてっていうねなんでしょうけれどもそのありのままにその捉えてその状態を その表現してるんですよだからなんかこうまあ例えばここですねまあこの辺にも壺があるんですけれどもまあなるべくこう専門的な名前は言わないようにしていますあの言ってもねなんかちょっと念仏みたいなもんなんで <laughs> まあまあまあここ,こにまあ尺卓とか交際とかね手参りとかありますよなんか。 でここに針とかを吸うするとなぜか首肩がねあの楽になるっていうなん、まあ、でかっていうと、まあ、筋肉がねこういうふうにつながってるのであの、まあ、例えばこう腕,腕なんて絶対こう内側に向けてパソコンを触ったりとか内側に向けて物を書いたりとか内側に向けてこうあスマホの場合は逆か。 でも大抵ね、そういう動作が多いと思うんですよ。内側に多いか、まあ、外側に向けるか。大抵は内側の方が多いんですよね。でその時に、腕三里とかにあるあの、まあ、前腕の筋肉ってすごい酷使されてるんですよ。でそこの腕の筋肉はその、まあ、この上腕からつながってこう肩に行くんですけれども、やはりこのまっの方をほぐしてあげると、やっぱり首肩も楽になる。だから、やっぱりこう、手三里とか、 まあその辺に針とかするるとな、ななぜか肩も楽になるみたいなね全部つながってるんですよで、まあ僕はその人の体をちょっと構造物的にね捉えてなぜ本当だったらこうねこう負担が全体的に分散すればいいんですけれどもなぜ肩だけに負担が集中するのかなぜ腰だけに負担が集中するのかとかそういうのは常に考えてはいますね。 ただその人によって僕はそのまあ今までやってきた中で効くものですねあの治療をやって実際に結果が良かったものを取り入れて治療をやってるんですけれどもまあ効かなかったものは捨てて効くものだけ残してっていうやり方なんですけれどもなかなか。 うーん最近ちょっとガクッと患者さんが減っちゃったんでやっぱりその自分の治療をもっと確立しなきゃなとは思うんです今までその有名な先生、まあ、例えば首都先生だったりとか山本先生だったりとか、まあ、治療を受けてきたんですけどやっぱり同じ治療自分の治療を確立してそれ,をそれだけを繰り返してましたねひたすら本当にそれだけを。 紫藤先生だったら挑戦士と頸落治療で山本先生だったら YNSA 等身ですね頭に入りさせやつそれだけを繰り返してましたからどれもね素晴らしい治療法だと思うんですけれどもやっぱりあっちもいいこっちもいいっていうねそのいろんな治療法にこう、えー、ちょっとずつ浮気しちゃったりとか何かそういうのを繰り返してるんですね私はでもそろそろこう自分の中の芯となる ものをちょっと見つけなきゃいけないなでまたそれを実践していかなきゃいけないと思っているのでまあ、それもねちょっと動画にしてみようかなと思ってますまあ、今日はちょっと僕の <laughs> ブログみたいな動画になっちゃったんですけどまあ今日はこんな感じですねさよなら。